LMBI どうも、まゆんです。はい、ということでね、早速今日も撮っていきたいんですけども、はい、いつもと背景が違いますね。そうですね、今日はなんとですね、はい、ゆんちゃんの弟にですね、ドッキリを仕掛けていきたいと思います。イエーイ。これね、夢のコラボと夢のコラボですよね。そうですね、そうなんかコメント欄でもゆんちゃんの弟とバンビ君コラボしてほしいって何件か来てたの。うん、だゆんちゃんのチャンネルではもうやっぱ弟くんかっこいいかっこいいみたいな、もうちょっと神的、ね、神的言ってでしょ、ゆんチャンネルでは。そうだから、それとコラボですから、これはね、まあ、僕としてもね、まあ、イケメン枠なんで、僕バンビチャンネルのこれイケメンとイケメン揃ったらね、化学反応でどうなるかっていうのをね、ちょっと皆さんお楽しみいただけたら。自分で言っちゃうところがダメなんだよね。もったいないんだよね。だから自分で言うところが可愛いところなの、わかる？それ俺の可愛いところなの。あ、キュンポイントなんですけど。そうそうそう、キュンポイント、キュンポイント。一応今回今カラオケにいるんですけど、90点以上取れるまで帰れませんっていう偽企画をやるっていう手で弟くん来てもらって、うん、でそこで俺がちょっとお姉として、まあ、ゲイとして弟くんに近づくと、うん、そう、それで弟くんはね、どういう反応するのか、そちらをねモニタリングしていきたいと思います。いやー、もう戸惑うと思う。まあね、何回か会ってる時俺 そっち系出さなかったから。出さなかった。出さなかった。今俺ガチでみたいな、本物みたいな感じだけど、出さなかったから。何回か会って本性を表してきたなみたいな。なるほどなるほど、そうそうそう、面白そうですね。じゃあそれで早速やっていきたいと思います。はい、ってことで早速やっていこう。わからんかったこと。ちょっと難しかった。うまい、座って座って。え、髪切った？すごいかっこいい。昨日美容院行ったんだって。本当に？いや、もう本当妊娠しそう。なんで？イケメンみたいな人が妊娠しそう。すごいイケメン、もう相変わらずイケメンで、本当にびっくりしちゃった私。本当に困ってるから困ってる。あ、ごめんね、ごめんね。バカヤ、マミさんそんな感じでしたっけ？え、まだまだ言ってないの？言ってないよ、わざわざ。だってパンピクのこと弟に話さない。言いなさいよ、気まずいじゃない。いや、なんかね、私本当はお姉なの。え、で、今週の日曜日にちょっともうカミングアウト動画出そうって言って、いつまでも私たちが付き合ってる付き合ってないみたいな感じ、動画も見られ方も私辛いし、本当は男が好きなのに、触りが好きなのに、本当にずっと言われ続けてるから、もうカミングアウトしようって言って、もうお姉と女の子としてやっていこうっていう話でね。新しいよね。そう、みんな知らないだけで。そう、もう事務所合わせて会合みたいな、会合みたいなして、もうそれでやっていこうみたいな感じで。そうだから私お姉なのにね、本当は。そうだから、もうすごい最初から会った時にもうギンギン来てて、本当にギン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 来てて、もう、まあ、イケメンセンサーが、もう本当にすごいかっこいいよね。あんた全然似てないじゃない、あんた。なんで似てるって言われるよ。全然似てない、なんか。なんでよ、ちょっと違うんじゃない、なんか。笑った顔と、うん、やっぱ目元が似てる。ちょっと笑ってみて。あとちょっと見て、ほくろが一緒なの。まず逆じゃない、あんた。そう。逆じゃない、左右逆じゃない。一緒よ。全然違うわ、ちょっと笑ってみて。あはは、かっこいい。ちょっと、あんた邪魔だ、ちょっと。なんで、なんで。シャメ撮らして、シャメ。あ、一緒に、一緒に。いや、あんた、あんたは今、あんた取り飽きてんの、あんたとほんとに。やめて。いい、ちょっと今日、企画説明したの、あんた。あ、なんかアカペラで90点いったよね。うん。じゃあ一緒に歌うか。はい。あ、ちょっと、あ、すいません。ちょっと、どいてやんだ、もう。あいつ。いってやなぁ。え、今最初からわかる？これ全部わかる？あんた、なんとなくは。もうほんと、ちょっと、あんたカメラ準備しなさいよ。私たちイチャイチャしてるから、ほんとに。でも学校でモテるでしょ。いや、全然です。え、今大学？今専門1年生です。あ、専門。いや、絶対モテるじゃん。あんたもう休み時間にキャイキャイとたかられてんじゃないの。全然ですよ。バレンタインチョコいっぱいもらって。じゃあ、もらうです。あ、ちょっとあんた、これ出さないで。これしまうの忘れてたわ、冷蔵庫に。これ子供のやつでしょ。ちょっとあんた、みっともないとこ見せないでよ、もう本当に。僕立ってるよ、これ。ちょっともう早くしまいなさい。なんでみんな雨入ってんの。カメラ出しなさいよ、あんた。もう余計なもの入ってたよ、こんな入ってた。いや、いつはスモールワールドってことやん。じゃ
いや、テレレレしてないよ、ま、え？あんた そっち向けなんじゃない？いつも男友達連れてきて家でゲームしてた。え？どっちも行けるの？そういうわけではそういうわけではないよ。いいんじゃない、行っちゃってあんたも。え、何？いいか、こっちも晒してるわけだし。ちょっと実は僕もそういう。え？はい、ということでちょっとね、動画を撮り忘れてしまって、今別の日にね、こんな格好で撮ってしまっているんですけど、実はこれバンビくんへの逆ドッキリなんですね。イエーイ。で、今頃バンビくんは多分弟をはめようとしてね、ノリノリでドッキリをかけていると思うんですけど、実はね、もう私が弟にそのドッキリの内容を伝えてるので、もう何もかもね、弟は知ってるんですよ。だからね、ちょっと兄弟で今回はバンビくんを逆ドッキリしていこうと思います。それでは皆さん、バンビくんの反応をお楽しみください。えっ、そうなの？あんたマジで？皆さん、彼女ねってこと？あら、あんた一緒じゃない？これママも知らないから。マジ？あんた、じゃあちょっと教えてよっか、いろいろ。じゃあお願いしますあんた、そうなの？え、ちょっとじゃあ、あんた猫かタチかどっちなの？猫なの？さらっと答えたね、あんた。初めて知ったよ、お姉ちゃんも。複雑だよ、すごく。あんた猫なの？でも私どっちもいけるから、まあ相性的には別に悪くないよね。うん、相性的には。あんた飲み物ないんじゃない？あんた飲み物頼む、うん、お茶欲しい。あ、ドリンクバー頼んだから、うん、あ、取ってくるよ、じゃあ。いや、私行こうか。うん、大丈夫、大丈夫。行くの？うん、ウーロン茶ね。ウーロン茶でいい？うん、ウーロン茶でいい。取ってくるわ。いや、そうなんだね、ほんとそうなんだね。そうです、うん、そうなんだ、私もびっくりしちゃった。私がびっくりさせようと思ってたのに、なんか、そうなんですね、うん、急に言われたからびっくりしちゃって、うん、僕のことほんとにありですか？あれ、じゃあ、この後、一緒に行きませんか？え、どこに？ご飯とか。ご飯？行く？全然、私はいいよ。うん、じゃあ行きましょう、あとで。うん。え？ゆんちゃんが聞いてる？え、聞いてるとは？ちょっと、これ、一応、ドッキリっていう、俺がおねっていうのがドッキリっていうってやつを撮ってたんだけど、撮ろうとしてたんだけど。え、お姉って嘘なんですか？お姉が嘘。え、ガチ？いや、だからガチなら言う、なおさら言わないと。僕はガチだったんですよ。マジ？いや、それは本当、謝る。それでは僕、ただ恥かいただけ。いや、ほんとごめん。ほんとにバカにしてるとかではほんとにない。誰好きになってもいいと思うし。え？ちょっとゆんちゃん、ちょ、なんで泣いてんの？いや、なんで泣いてんの？何伸ばしてんの？いやいや、だから泣いて泣いてるのってことじゃなくて。は？なんで泣いてんの？じゃあこのドッキリなんで OK したの？何で泣かせるまでやるの？いや、泣かせるまでじゃないって、知らなかったから、俺は。すごい、やりすぎでしょ、このドッキリは。え、帰るじゃん。いやいや、まだ、それは5回やんか。もう撮影もしない。お疲れ。二度と合わせない。ほんと来なくていい。もういいって。気持ちよかったです。はい、ということでね、バンビくん、ダマミラーって思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。
私の隣はゆんちゃんより弟が似合うんじゃないって思った方は高評価とチャンネル登録お願いします。弟は私は全弟は私は全ということでまた会いましょう。またな、ま、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、人間不信になるわ。